はい、こんにちは。心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマは、自信を失う原因。回避行動とは回避行動。これはもうぜひ覚えておいてほしいんですけど、っていうのは、回避行動は自信喪失の原因で、さらにはうつ病をはじめとする心の病の原因なんですね。知らぬ間に自信を奪われてしまう落とし穴みたいなものです。では、回避行動とは何かっていうと、 目先のストレスを避ける行動。具体的な例を挙げると、例えば、気を使うから僕は親戚のうちには行かないよとか。それから、恥ずかしいから近所の人に会っても挨拶しないとか。それからね、下手だからカラオケは一切歌わない。面倒だからお葬式には行かない。なんで放っておいたのと先生に怒られそうだから歯医者には行かない。それからね、部屋を片付けなくちゃと思いながらも何年も片付けていないとか。 このように、目先のストレスを避けたり、嫌なことを先延ばしする癖。これが回避行動です。回避行動のそもそもの原因はというと、恥ずかしいからとか、緊張するから、面倒だから、それから疲れるから、苦手だからとか、やったことがないからとかね。回避行動は誰にでもあると思います。もちろんね、僕もありますし、きっと皆さんにもあると思います。普通のことです。でもね、 何でもかんでもストレスを避けてばかり言うと、こちら、一番、ますます苦手になる。挨拶を避ければもちろん挨拶が苦手になるし、親戚に会うのを避ければ親戚に会うのが苦手になるし、歯医者を避ければ、ますます歯医者が苦手になってくるっていうことですね。 簡単にできるはずのことができなくなってくる。うん、精神的なハードルが高くなるっていうことです。すると2番、自信がなくなる。こんなこともできないとかね、ダメな自分っていう悪い自己イメージがついてしまうっていうことです。そして3番、自信がなくなると当然ですが、人と会うのがストレスになる。さらにね、4番、人と会うのがストレスになれば今度は人を避けるようになる。スーパーで知り合いを見かけたら避けるように歩いてしまうとか。 それからね、うん、友達に旅行に誘われても、おっくうな気がして参加しないとか、電話がかかってきても出たくないとかね。また新たな回避行動が生まれてしまうっていうことです。このように回避行動が多いと、雪だるま式にどんどん自信を失ってしまう。苦手なことも増えてしまう。さらには人が怖くなる。うん、悪循環が加速するっていうことですね。そして最悪の場合は、うつ病などの心の病になってしまうと。 最初はね、恥ずかしいとかめんどくさいとか、小さなことから始まって、それが何年、十何年とね、経過するうちに、重大な問題へと発展してしまうということです。これを聞いてね、あ、私やばいかもって感じた方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。ではね、この悪循環から抜け出すには、どうしたらいいのかっていうと、当たり前なんですけど、回避行動を回避する。やめるってことですね。 恥ずかしくてもやってみるとか、面倒でもやってみるとかね。立ち向かっていくっていうことですね。だけど、だけどなんですが、残念ですけど、人は急には変われないんですね。回避行動は癖みたいなものですからね。回避行動を減らすための複雑な方法もあるんですが、ここではね、非常に簡単な方法を一つご紹介させていただきます。その方法とは、こちら。シンプルな言葉を一つ心に持ち歩く。シンプルな言葉。 自分にはこれが足りないなと思うものですね。例えば、勇気、トライとか、逃げないとかね、チャレンジとかね。それからもう少し具体的に、笑顔で挨拶とかね。何でもいいです。その言葉をお守りのように心に持ち歩き、勇気を出して実践してみるっていうことですね。例えば、こちらにあります、笑顔で挨拶っていうのをテーマにしたのであれば、ご近所さんに笑顔で挨拶してみるとか、家族やね、友達にも笑顔で挨拶、それから、 道端のね、お地蔵さんにも笑顔で挨拶してみるとかね。最初はどうしてもね、ぎこちないかもしれないし、恥ずかしいかもしれないし、それから声が小さくなったりね。そういうこともあると思いますが、でもね、それでいいんです。人っていうのは回数をこなせば必ず慣れます。そして上手くなります。人間は慣れの生き物ですからね、やがて平気になります。だんだんね、気の利いた話もできるようになったり、あ、髪型変えたとかね、あらかっこいいスニーカーどこで買ったんですかとかね。 そして自分の成長を実感することで、だんだん自信が出てくるというわけです。さらにね、不思議なもので、一つのことに自信が持てれば、他のこともできる気がしてくる。挑戦する勇気が湧いてくるっていうことです。今までは避ける生き方だったのが、チャレンジする生き方へと変わっていく。先ほどの話で言えばね、久しぶりに親戚の家に行ってみようかなとか、笑われてもいいからカラオケを歌ってみようかなとかね。 他にもね、例えば、うん、資格試験を受けてみようかなとか、うん、一度一人旅でも行ってみようかなとかね、うん、前からやりたかったテニスを始めてみようかなとかね、自信がつくと、好奇心やチャレンジ精神も同時に湧いてくるわけです。さらに経験が増えることで、充実した人生になっていく、生き生きと生きられるっていうことですね。回避行動をするか回避行動をしないかで、これほど大きな差が生まれてくるわけですね。 ビサが大差になっていくっていうことです。というわけで今回のまとめです。回避行動は不幸の始まり。ストレスを避けてばかりいると自信を失うだけでなく心の病になったり、さらには人生全体がつまらなくなってしまうということですね。この悪循環から抜け出すには、シンプルな言葉を持ち歩いて逃げない生き方、トライする生き方。これに少しずつ少しずつ慣れていく。すると、 自分に自信が持てる、心が強くなる、不安が減る、さらにはね、人生が充実してくる、生き生きと生きられる、というお話でした。というわけで今回はここまでです。チャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると、ラッキーも生き生きしてきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。